ャスタッチャンネルのタッチです。年末年始7日間連続投稿企画の最終話になります。今回は東京都、チャンピオンシップにつながる品川区の予選になります。お相手は大田区品川区の決勝に毎回出てるようなベテランコーチになります。こちらのペアは、いつも通りタッチャンネルってことなので目玉と組んで今回は出させていただきました。でスタイル的にはどちらも固いプレーをしてくるので、あまりこちらから積極的に行き過ぎると自分たちの首が締まるかなと思うので、ちょっとその辺工夫しながらやっていきたいと思います。ファーストゲームは目玉サーブからスタートです。積極的にちょっと行ったんですけど、ちょっとタイミング合わなかったですね。ラフィフティン、さあボディにファーストサーブ、フィフティンオール、ボディに入ったボールしっかり叩きましたね。サーティフィフティ、これもしっかりブロックしてますけどちょっと甘かったですね。フォーティフィフティ、これは動くのが早かったですね、どう考えたって。あのタイミング結構きついですね、やっぱり来られると。フォーティサーティ、さあしっかり足元に沈めたところをボレーですかさずポーチで、さあファーストゲーム取って 1-0。 コートのつなぎ目に当たってイレギュラーですね、今のはアンラッキーです。フィフティーラブ、ここは生かしたいところですね。フィフティーオール、ダブルフォルトの後のああいう単発のミスはちょっと良くないですよね。サーティフィフティ、ちょっとお互いでこういうリターンミスポコ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 やってると相手からしたら相当楽っすね。さあこれも叩いていきましたけど、そのボールに対して自分の対応ができてないですよね。もうちょいちょっとスピード落としてもいいかと思います。さあカウントワンオール、さあセカンド跳ねるスピンをボディに、フィフティラブ、さあ沈んできましたけどしっかり返しましたね。柔らかくしっかり丁寧にいきました。サーティラブ、あこれはやっちゃいましたね、目玉くんやっちゃいました。これはドンマイです。サーティフィフティ、さあここもワイドに跳ねるスピン、どんどんああいうの使っていきたいですね。まだ全然合ってないと思うので、これもコートのつなぎ目に当たって全然弾まなかったですね。まあちょっとそこは生かしたってことで。さあゲームカウント 2-1 です。1本目ダブルフォルト、ここは生かしたいところですね。早い展開についていけなかった私です。フィフティオール、さあここもダブルフォルト、せっかくのダブルフォルト2本なのでここちょっとブレイク考えたいですよねって思った瞬間にこういうリターンミスが出るんで帳消しになっちゃうんですよ。リターンミスですよね。ダブルフォルト2本に対してのリターンミス2本、チョンボ1本、もうこれで展開的には最悪ですね。からのまたリターンミス、まあ、サーブもすごいいいんですけれど、どうにか1本相手に触らせる展開を作っていかないとちょっとリターンゲームきついですね。カウントツオール、さあここはジャストアウトですね。フィフティーラブ、いやこのリターンすごい深いですよね。結構目玉のサーブも跳ねてるんですよ、跳ねてるんですけどしっかり前詰めてブロックしてきてるんで対応はやっぱ早いですよね。さあここはファースト入ってないサーブです。さあティフィフティ、
からのダブルフォルトですね。もったいないですね、これは。今のは完全に俺のせいですね。ファーストゲームに1本ストレート打たれてるんで、ちょっと警戒しすぎましたね。ここファースト入って、フリーポイント。目玉の速いサーブあそこに入るとやっぱきついっすよね。さあ、フォーティオールです。さあ、1本ワイドに振った後のボディへのサーブ、ナイスサーブです。さあ、3-2。はい、またこれですね。こういうフリーポイントなくしていかないとブレイクできないんで、そもそもダブルスにならないんで、これはラッキーって形ですね。ここも同じですね。さっきの展開もありましたけど、ちょっと自分がスピード上げて、そのスピードに対して対応ができてないんですよ。なんであそこはもうゆっくりでもいいから足元落とした方が良かったですね。で、この辺から注目してもらいたいんですけど、作戦を変えて2バックにします。今ぐらいの展開でいいかと思いますね。2本やっぱりスピード上げてやられてるんで、もうスピンかけて足元に落としてって形の展開を作っていく感じになりますね。ここからはここもしっかり詰めていきました。フォーティオール。これはワンボールでしたね。ちょっと惜しかった部分はあるんですけど、まあ、ちょっとリターンの方も全ロブになってるんですよ。もうサーブが返らないんだったら、もうとりあえず何でもいいから返そうって形にしてロブにしました。ちょっとまだ相手こっちのサーブ慣れてないんで、まだこれは継続していこうと思ってます。さあ、ティレブ。さあ、ここもしっかり足元沈めましたね。もう打ちたい、打ちたいんですよ。打ちたいんだけど、ちょっと我慢してます、これは。さあ、ここもフリーポイントでキープということで 4-3 です。さあ、ここもロブ。これは本当にスーパーショットです。スマッシュをスマッシュで返すっていうわけのわからないプレーは、皆さん考えなくていいですからね。柔らかいタッチしてきますけど、うまく目玉が前詰めて、しっかり緩急つけながら打ってきましたね、これは。まあ、それは打たれますよね、そんな甘いロブは。ちょっとこれに関してはやらせることばっか考えすぎて、マジで中途半端になりました。もう上げんなら上げる、打つなら打つって完全に分けていかないと、逆に相手にフリーポイント当たる形になるんで、よくないですね。これはなんとか足元沈めてって形です。さあ、40-30。目玉がうまい具合にロブを使ってくれましたね。やっぱり平面だけじゃなくて、しっかり縦の空間使うプレーっていうのはダブルスの中で有効だと思うので、今のロブはすごい良かったと思います。これ誘ってるんですけど、タイミング早くて間に合わなかったんですよね。ラブ50。さあ、深いボール入っていきましたね。そこ見逃さずしっかりポーチ。50-50。これももう無理やりですよね。もう勢いに任せてる感じはちょっとあります。ちょっと相手も慎重になってたところを、うまい具合にボディで攻めましたね。さあ、マッチポイントです。
いやー、飛んでないボレーですけど、なんとかねじ込んだ感じっすね。とりあえずこれで優勝という形になります。いや、今回のダブルスもそうですけど、やっぱりちょっと2人ともリターンのミスが多いかなと思います。いかにブレイクできるかっていうのがやっぱりダブルスの勝ちにつながるポイントだと思うので、ちょっとその辺は修正しながら2月に備えていきたいと思います。これで7日間連続投稿企画、終了となります。ぜひ他の動画も見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。